帆船。この言葉に私たちは海のロマンの香り、そして昔々の船として懐かしさを感じる。30万トンのオイルタンカー、太平洋を25ノットで突っ走るコンテナーボート、怪物のようなラッシュ船と、汽船からも船らしさが消えてゆく今日、風の力で船を進めようという帆船は、人と自然が一緒になって作った芸術品であり、同時に過去のものとなった。事実、第一次大戦を境に、帆船の時代は終わりを告げたようだ。現在、世界の海に繁栄を移すのは航海練習船の類だけ。運輸省航海訓練所の調べた航洋練習帆船は、現在38隻に過ぎない。うち第二次大戦後の建造は13隻、残り25隻は40年から50年も経つ老齢船である。